どうも、ヤードです。今回もですね、将棋ウォー実況やっていきたいと思います。さあ、お相手三段の方ですね、ご機嫌な飛車がお得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ、今日楽しく将棋ウォー実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、お相手の戦型ですけれども、ですね、これは振り飛車、中飛車中飛車なのか、どうなのかという感じなんですけど、これ端歩ついていって、さあ、ちょっとこのクリックがうまくできない日は調子が悪いっていう、感じがするんですけど、中飛車ですね。中飛車いらっしゃいました。さあ、これで王様寄っておいて、さあ、これで中飛車、飛車が下段に引いてきてという感じですね。で、これで、銀交換までしていって、さあ、こっからちょっとどうしていくかという話なんですけども、とりあえず、これに関しては、まあ、銀ここに、打っておいて、これ逆襲していくっていうイメージでいいのかな。逆襲はちょっと難しい、ということでしたので、一回戻っていきます。はい。これで銀一回引いておいて、で、歩ついてきたら下から歩打っておくっていう感じですかね。はい。端歩ついておきましょう、これで。端歩ついておいて、さあ、王様寄っておいてですね。2分30秒。さあ、これで寄っておいて、桂馬跳ねてくる。一回銀引いておきますか。はい。これで、一回銀引いておいて、さあ、まあちょっとね、位取られてる状態なんで、嬉しい状態ではないですが、これで桂馬跳ねてきちゃうっていうことね。桂馬跳ねてきちゃうということに対して、ただこの桂馬跳ね、もし跳ねてきたら咎めることができるはずなので、と思ったら銀が上がってくる。なるほどね。はい。これで一歩交換していって、さあ、ですね、まあ、これで1個引いておきますか。角が当然当たってるからね。で、桂馬に当ててるという状態です。この飛車を。飛車を桂馬に当ててます。歩でついてきて守ってくるかみたいな感じかもしれませんが。はい。これで1回、ここの歩ついておいて。はい。これで、はい。これで桂得ですね。シンプルに桂得なので、なるほど。それは、ちょっとわかんないか。はい。ただ、この歩ももう下から受けておこう。これ下から受けておいて、この銀も、一回受けておいて、はい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 。これで?あー、なるほどね。まあでも、これも、そうですね、そうですね。ちょっとわかんないけど、一回取っといて、銀できて、でこれ桂馬がなってくる?なってくるよね。の瞬間に一回叩きましょう。これ叩いといて、はい。これで、割り打ちの銀、しておけば、まあなんとか、なるんじゃないかっていう。さあ、ちょっと時間をそろそろ気にしていきたいですね。時間を気にしていきたい。まあ、一応こっちもね、ささやかながら囲いが出来上がってるという状況ではあるんで、ささやかながらね、さあ、金取られたのはちょっと不本意ですけど、金を取られたのは不本意、ですが、1分30秒。はい、これで飛車もらっておいて、ここに金打ってくる。金打ってくる、当然ね。当然金打ってくるのですが、これで一回逃げといて、金一枚で何できますかっていう話になるんで、今度は。はい。これで、一回、桂馬。桂馬でも打っといて、ここになって、桂跳ねていきますよっていう話にしておいて、さあ、ここにもう一個桂馬打っておきましょう。まあでも銀上がってきちゃうのか、これ。銀上がってきちゃうな、普通に考えて。ここに、まあでも必死に先にシンプルになっていった方がいいのか。これで?はい。これで、確かにそうだよ。ちょっとミスったな、これ。勝ちが見えた瞬間にちょっとミスっていくっていう、そのスタイルやめていきましょうよっていう感じなんですけど、ですね。この辺に一回、つか銀上がっていこう。一回。で、ここに角打たれたとして、まだ詰んでないから、
これで詰ましに行きましょうっていう感じですね。はい、これで詰ましに行きましょう。これで銀打って銀2枚金1枚飛車1枚あるからさすがに詰んでておかしくないでしょっていう。はい、これは一回金打って、はい、これででですね、一回ここに飛車打って、さあこれでですよね、これで詰んでないのかっていう話。30秒。これで銀打って、はい、これで、はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。対戦ありがとうございました。お疲れ様でした。三段ブレイクですね。嬉しいですね。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうも、ヤトです。今回もですね、将棋棒実況やっていきたいと思います。さあ、お相手どんな方でしょうか。二段の方ですね、ひねり飛車がお得意の方ということで、やっていきたいと思います。さあ、今日楽しく将棋棒実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。飛車先はしっかり受けていきましょう。さあこれで王様寄っておいて、王様5筋上がっておいて、これは石田流に組み替えてくるパターン、ではないのかっていう話なんですけど、はい、そうですね。でこれで一回桂馬跳ねてくる、まあここの歩ついてくる、一回銀引かされるんですけど、それは素直に引いておいて、はい、これで、銀上がっていってですね、で、あ、やばい、端歩ついとけばよかったな、これ、ミスった。端歩ついとくべきだった。はい、これで、銀ぶつけていって。ぶつけていってですね。ここからですね。何かが始まるのはここからですね。はい。あ、銀打ちます。切ってくるんだ。切ってくるのはなしよ。怖いもん。こわこわですね。とりあえず一回逃げておくか。でも桂馬も跳ねてきちゃうしな。怖いぞこれ。桂馬跳ねてくるのめっちゃ怖いんだけど。うわー、これ恐ろしい。いやでも手順若干ミスってくれてんじゃないっていう、そういう気分ではあるけどね、気持ちとしては。あっか、金上がっておくか。はい、これで、まあ、ここに歩打っておくのかな。あ、違う？これ。あ、違った？これ。もしかしてなんか違った？勘違いしてる？私。打っていくのかなじゃなかった？もしかして。はい。これで角打っといて、引いてもらって、いやー、わからん。際どすぎるでしょ、これ。際どすぎると思うよ。2分。ここ一回歩打つでしょ？とりあえず一回ここに飛車打って、ここの桂打ちで、詰みなんで、まあそれは受けてくると思うんですけど、ここに一回、ここに角かな？ここに角打っていくか。はい。これで、どうにかなっててくれっていう。こっちに行くか。こっちに。
で、竜入って取られて、そうだよね。はい、上に逃げといて、難しい。むずすぎる。怖すぎる。めちゃくちゃ考えてるじゃん、相手。でもこっちあと1分41秒あるからね。考える余地はあるでしょうっていう話で、はあって、これ角取らせるのもったいないから、1分30秒。角取らしたくないでしょ？まあここに金打ちしてくる。まあ、金打ちでも角が効いてるから結局一回行って、はい、これで1分。これ金打たれるでしょ。金打たれるのはもう許容しておいて一回逃げると。で、桂馬打つ。時間切れが、はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。対戦ありがとうございました。まあ、無事に勝利、することができてよかったですね。お疲れ様です。音楽室の古いピアノにもたれて歌ったねしてる。まだ君のことまだ知らないのになぜか懐かしくて。